戦後72年間、日本が私たちはやっぱり立憲主義4と野党ということで、それをなんとかこの選挙で一本化して、取り組んでくれと、そうすれば自公の横暴を許さない、数の暴力を許さない状況に持っていかれるんじゃないかということで、今いろいろやってます。で、国会の各党本部にも、そのことをたびたび一本化してくれという要請などもしているところです。じゃあ野党の各野党、4野党に、そういう要請をしているわけですね、今回。もう過去に参議院選挙の時からすると、そうですか、4回行ってます。明日からは総理について対応を続けています。将来は私たちの側も総理について対応を続け、多少の考え方が違っても野党4党、立憲などの人の団結で戦っていかなければならない。そして我々市民、野党の共闘、これを後押ししていかなければなりません。野党の市民が力を合わせてこの政治を決めていくこと、今こそ必要ではないですか。Yeah!